ドミニク・ハシェックは、旧チェコのボヘミア・パルドヴィツ生まれのプロアイスホッケー選手。ポジションはゴーリーである。愛称はザ・ドミネーター。ヨーロッパ生まれのゴーリーとしては、NHL 史上最も成功した選手といえるトップアスリートである。NHL 加入が、もう少し早ければ、パトリック・ロワをしのぐ成績を残したかもしれないと評価する声もある。実定のマルティン・ハシェックは、 スパルタプラハなどでプレーした元サッカー選手、いとこに、元、サッカーチェコ代表のイワン・ハシェックがいる。ハシェックは、1983年に、シカゴ・ブラックホークスに、第11位、全体では、第207位で、ドラフト指名されるが、NHL へのデビューは遅く1990から1991シーズンからとなった。ブラックホークスでは、エドベル・フォアの控えに甘んじ、 二シーズンでわずか25試合の出場に止まった。1993年の夏には、ハシェックは、バッファローセーバーズにトレードされたが、これを契機にハシェックは、NHL のトップゴーリーとして花開いた。ハシェックは、最優秀ゴーリーに与えられる、ベジーナ賞を6度、ハート記念賞、レスター・ビー・ピアソン賞を、各2度獲得している。また、セーブ率首位を6度、 オールスター戦の第一チーム出場を5度果たしている。1998年冬季長野オリンピックでは、チェコチームを率いて、決勝戦では、ロシアチームを完封し同国に、史上初の金メダルをもたらした。シード6カ国の中では弱小と思われた、チェコだったが、ヤロミール・ヤーガーが上げる数少ない得点をハシェックが、神がかりなセーブで守り抜くという同国が誇る2枚。 看板中心の戦術で臨んだ。これがトーナメントの短期決戦にはピタリとはまり、スロバキアの分離独立後に発足した、共和国史上初の金メダルに貢献した。プラハでの祝賞会は数十万人の監修で溢れたという。また、この勝利を題材にしたオペラ、長野が作られた。2001年、スタンレーカップ以外のものはほとんど獲得したと言える。 ハッシェックは当時下馬評が高かったデトロイト・レッド・ウィングスに移籍する。そして2001から2002シーズン、ハッシェックの念願かなって、チームは会長賞とともにスタンレーカップを獲得する。2001から2002のシーズンオフにハッシェックは引退をするのだが、その1年後再びレッド・ウィングスに現役復帰を果たす。当時、デトロイトのゴーリーには、 カーティス・ジョセフが降り、ハシェックと共に、高額の年俸を要した。他チームも、カーティス・ジョセフの高額年俸には難色を示し、受け入れを拒んだため、列島イングスのチーム内に緊張をもたらした。2003から2004シーズンは、ハシェックにとっては、鬼門の年で、股関節を故障した。2004年1月9日、彼は怪我の治療のためにから4週間の休養を取る、ことで、 チームと合意した。当時、ハシェックは、マネージャーのケン・ホランドに欠場期間の報酬返上を願い出たとされるが、この時には、その事実は公表されなかった。2月10日になると、そのシーズンの出場を見合わせる旨を発表し、レッドウイングス首脳部を困惑させた。3月12日にホランドとハシェックの会談が持たれ、報酬返上の事実を報道陣に伝えた。 この時の返上額は年俸600万ドルのうちの半分300万ドルであったとされる。ハシェックは同時代を代表するゴーリーでありながらまたトラブルメーカーとしても知られている。1996年のプレイオフ時には当時コーチのテッド・ローランを解雇させなければ今後バッファロー・セーバーズではプレイしないと発言した。ハシェックはこの言葉を実行し、 次のラウンドではセーバーズが敗れるのをスタンドで観戦したこともあった。翌シーズンのオランはチームを去るが彼を慕うセーバーズの選手たちは一様に憤慨したと言われている。また2001年のプレーオフではトレード傘もなければ引退かを要求した。この要求も通ってハシェックはレッドウィングスへ移籍した。2004年4月ハシェックはプラハで股関節の手術を行い 故郷パルドゥビツェで体力を回復した。6月17日、チェコのメディアに対し、2004から2005シーズンは、レッドウィングスでプレーしない旨を発表した。このインタビューでは、スタンレーカップを争えるようなチームでプレーしたいとし、特に、オタはセネターズの名前を遺跡候補として挙げた。その後、セネターズは、ハシェックと複数年契約を行った。 2005から2006シーズン、ハシェックは順調な滑り出しを見せ、リーグトップクラスの成績を上げていた。しかし、2006年トリノオリンピックチェコ代表として出場し、その1試合目の途中に足を故障している。その故障によって、オリンピックの残り試合及び NHL のシーズンを棒に振ることになる。チームはプレーオフに進出し、 ハシェックが復帰するのではないかという憶測が流れたが、結局復帰することはなくシーズンを終了した。2006シーズン終了後のオフに、ハシェックはデトロイトレッドウィングスと契約し、フルスに復帰することとなった。2007年には守護神として活躍したものの、2008年にはクリス・オースグッドの復活もあり、控え的な立場になったこと、チームが6年ぶりにスタンリーカップを獲得した。 ことなどもあり、三度目の引退を宣言した。ありがとうございます。